よう、さっちゃん。一人で飲んでた。まあね。何か悪いの？一番も座ったらどう？あれ、なんか機嫌悪いのか？そうね、ちょっといろいろあって。はは、わかったぞ。さっちゃんがママをやってるキャバクラでトラブルがあったんじゃねえのか？あら、店の女の子たちは私が完璧に教育してるって言ったでしょ。トラブルなんて無縁よ。そうは言っても経営者だった野々宮さんが亡くなって、雇われのさっちゃんが家事を取らなきゃいけねえ状況だ。トラブルと無縁ってわけにはいかねえだろう。あんたって察しがいいのね。確かにお店の方は細々としたトラブルが続いてるわ。でもどれも私が火消しできる範囲のことよ。じゃあ機嫌が悪かったのは？妹の菜の葉のことよ。菜の葉がどうかしたのかよ。なんかあったのか？俺でよけりゃ相談に乗るぜ。俺は経験豊富な方じゃないが、男心がどういうものなのかってのは教えてやれるからよ。何の話してるの？え？いや、彼氏と喧嘩して機嫌悪いのかと。いないわよ、彼氏なんて。え？そうなのか？ドヤ顔で相談に乗るぜなんてよくカッコつけられたわね。ある意味すごいわ。こりゃ失礼で、機嫌が悪いのは何が理由だったんだい？妹の菜の葉のことよ。菜の葉がどうかしたのかよ。なんかあったのか？さっちゃんの髪の毛って元はくせ毛だろ。え、なんでわかったの？宿毛矯正をかけた跡があるからな。そう、でも最近宿毛矯正が取れてきちゃって。そんで朝のセットに時間がかかってイライラしてると。案外細かいところまで見てるのね、一番。だけど私が機嫌悪いのは髪の毛のことよりも妹の菜の葉のことよ。菜の葉がどうかしたのかよ。なんかあったのか？うちの家族のことどこまで話したっけ。私結構ベラベラ喋っちゃったよね。菜の葉と親父さんに口出ししすぎて喧嘩別れした、7、8年前に。何が喧嘩の原因だったかは話した？なあ、確かさっちゃんが菜の葉に悪い男と別れろっつったからだ。コンサル会社やってるって彼氏だったよな。そう、そいつは桂川ってやつなんだけど、どうやら今も菜の葉といるらしいの。へえ、じゃあもう長い付き合いじゃねえか。真っ当な相手なら口出さないんだけどね。桂川は清流会にも出入りする半グレでさ、いつもそばに用心棒を連れてるような結構ヤバいやつみたい。元暴走族上がり。私も家出をして少し経ってから噂で聞いただけなんだけど。菜の葉にとっちゃやっぱり悪い虫だったわけか。さっちゃんの予想した通り。どうかな。今うちの店の女の子たちに実際の桂川がどういう男か確かめてもらってるとこ。落ち着かないけど、その報告を待つしかない。だから今日は機嫌が悪かったってことか。なるほどな。でも一番に話して少し楽になったよ。ありがとね、声かけてくれて。ふん、なんだよ、このくらいのことで水くせえな。